皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は進撃の巨人2ファイナルバトルのファミ通紹介をしていきたいと思います。いきなり噛んですみませんまあそれはさておき、新しい選手も参戦します。まずはケニー、キャラクターボイスは山地和弘さんです。中央第一憲兵団の兵士で対人立体機動部隊の隊長で、かつては大量殺人鬼の切り裂きケニーとして人々に恐れられていました。ラファ・ミファ、キャラクターボイスは千本木さやかさんです。ハンジの分隊に所属して、同じくハンジの部下であるモブリットなどと活躍しています。主に伝令役として兵団の作戦行動を支援します。戦闘での実力はいかがなものでしょうか。カーフェン、キャラクターボイスは寺井沙織さんです。ケニーの部下で上司でもあるケニーに対して遠慮のない物言いをしますが、彼の語る言葉に心酔していて野望実現のために助力します。続きましてはジーク、キャラクターボイスは小安武人さんです。ライナーとベルトルトから戦士長と呼ばれている素性不明の男性で、とある目的を遂行するために、壁の中にいる人類を追い詰める策を練ります。続きましてフロック、キャラクターボイスは小野賢章さんです。第104期で訓練兵団を卒業して中鈍兵団に入団した青年です。調査兵団が起こしたクーデター後は調査兵団に転属して、実戦経験は少ないです。圧倒的な力で他者を翻弄します。ここに注目、アニメにないシーンも満載です。壁の外の奪還モード、仲間を集めながら壁の外の奪還を目指す新要素もあります。前作のオリジナルの中から団長を選出して自分だけの兵団を作って戦い抜きます。拠点を歩き回って仲間と交流を深めたり、壁の外 に繰り出して戦闘を行って領土を奪っていく楽しみも味わえます。誰を勧誘するかは自分次第、ドリームチームで領土奪還に挑みます。また開発状況に至っては 90% とかなり高いです。4月から放送予定、まあすでに放送される予定の、テレビアニメ待ち遠しくてゲームも負けていられませんとのことです。まあそうですね、まあ、あれからまああのなんかあの名前忘れたんですけど、まああのある少女のあれですね、物語です。少女のあの鍵を握る少女がなんか女王になるとかそんなんで終わりましたね。まあエンディングの時にあのバグったようなあの演出は本当にびっくりしましたね。というわけで今回はこの辺で進撃の巨人2ファイナルバトルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。